まず挑戦するのはなんと2回回ってお座りです。さあ、それでは真ん中に来たところでいきましょう。糸を一緒にまずは1回転回してぐるっと、 OK、 逆までぐるっとバタオキマッシュぐるっと OK、 そして糸を一緒にお座り OK、 できました。さあ、回って回ってお座りはぐるっとクリアです。次は足くるみに挑戦。まずはあちら、綿にご注目。あんな風に開いた足の隙間をジグザグに進みます。猫の尻尾があんな風に立っていると集中している証拠。ほら、その証拠に、おお、いい感じに進んでいます。端まで行ったところでまたゴール、やりました。さあ、それではこちらマシュも行きましょう。足くぐりスタート。はい、よいしょ、いいね、はい、いいね、はい、どうですか、これマシュ全速力なんです。おお、いい感じに進んでますよ。足まで来てマシュもゴール頑張りました。さあ、こんな風に毛の長い猫、なんだか毒臭いイメージがありますよね。でも実はチンチララってとってもすごいんです。今日はこちら、この輪っかを使って輪っかジャンプに挑戦です。マシュもマサもこんな風に輪っかをジャンプでくぐります。まずはお手本、綿からいきましょう。まずは綿、集中力を上げて、それではお姉さん準備をしたところで、よし、行きましょう。輪っかジャンプ、えいっ、 OK、 よし、じゃあマシュも行きます。ジャンプ、よいしょ、この風に見た後も簡単にジャンプができます。バッチリ。さあ、今日は仲のいいこの2匹同時のシンクロジャンプに挑戦です。マシュとワタ仲がとってもいいので息はきっとぴったりと合うはず。それでは行きましょう。マシュとワタのシンクロジャンプ、遅いマシュが遅い。もう一回行きましょう。マシュとワタ仲がとってもいいのできっと息はぴったりと合うはず。それでは今度こそ息を合わせて、マシュとワタ準備ができたらスタンバイ完了かな。よし、行きましょう。それでは今度こそマシュとワタのシンクロジャンプ、遅いちょっと全然揃ってない。これじゃ終われません。最後は3度目の正直という言葉もありますので、ラストチャンスです。最後こそビシッと締めくくりましょう。それでは今度こそ息を合わせて、マシュとワタのシンクロジャンプ、オーケー、さあ、最後はこちら、マシュにかっこよく締めくくってもらいましょう。最後、マシュが挑むのはさっきよりもぐーっと高さの上がったこの大ジャンプに挑戦です。マシュは心の準備ができたら、なんと後ろに下がって助走をつけ始めます。マシュ、輪っかをよく見て後ろに下がって助走をつけたら飛べるはず。もっと下がって、そう、下がってきた、来た来た来た、下がって下がって、おお、下がって下がって、まだ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 、おお、飛ばない、まだ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 、おお、 OK、 やりました。見事エレガントな動きを披露しました、チンチラの綿、そしてマシュくんでした。バイバーイ。さあ、トップバッターを務めた2頭とはここでお別れです。さて、猫というととっても遊び好きです。好奇心旺盛な猫たち、動くものを追いかけるのがとっても大好きです。続いて瞬発力が優れたこの2頭をご紹介。もう一度この上から登場です。やってきたのはエキゾチックショートヘア、こちらがエール、そしてビアと言います。この2頭にはかっこいいジャンプ技を披露してもらいましょう。まずは台から背中にジャンプ、 OK、 やりました。次に挑戦するのは、私たちが手で作った狭い輪っか。この手の輪っかの中をビアとエルがこんな風に高いジャンプでくぐり抜けます。こんな風に軽やかにジャンプができるのは短毛種ならではなんです。それではここで皆さんの近くへ行きましょう。背中の上にハイジャンプ、エール OK、 ビアも OK、 やりました。さあ、それでは次は皆さんにジャンプのご協力をお願いします。今からビアーズエールが旗ジャンプに挑戦です。先ほど旗を配られたお客様、
今旗をお膝の前に準備してください。旗は全部で6本、左右に3本ずつあります。今からビアとエールが協力してジャンプに行きます。あちら3本はビア、こちら3本はエールが担当です。それではビアから行きましょう。ビアの旗ジャンプ、位置についてスタート。1本目赤い旗集中して大きい本目、黄色ラストは緑、 OK やりました。さあそれではこちら3本はエールが担当です。いきますよ。エールの旗ジャンプスタート。1本目赤い旗、大きい本目、黄色ラストは緑、 OK 決まりました。旗ジャンプ大成功。最後は仲良しリタを一緒にハイタッチで決まりです。見事華麗なジャンプを披露しましたビアとエールでした。バイバーイ。さあやんちゃな日記はここでお別れです。さて皆さん、猫というととっても優れたバランス感覚を持っています。ということで次に挑戦するのはこちらです。中央にある長い長い綱渡り。おっと、早速挑戦する猫が樽の中から登場です。やってきたのはキャットショー唯一のミックスの男の子、名前はトラジと言います。運動神経抜群のトラジ、見事このぐらぐら揺れる長い綱